今年はなんかせえへんのとこの間からよう言われてたんですけど、よし心の目を養おうとやと思って、ほうほうほう、ほんでね今年ちょっと秋頃に、うん、いっぺんちょっと全国行脚しようかなと思って、うん、でそれはねあの盲目の目の見えない、うん、生まれながらね、はい、で目が見えないんだけどすごいピアノと歌が上手で、もう上手なんていう次元じゃないですけど、佐藤ひらりちゃんっていうね、はい、もうこれは久しぶりに、うん、ひらりちゃんと一緒に、はい、あの熱海で、うん、あの熱海のこう立派な能楽堂でね、うん、まあ、ひらりちゃんのライブと僕のトークと、うん、はいはいはい、のちょっと久しぶりにひらりちゃんの歌声聞いたんですけど、ね、はい、めっちゃなんかレベル上がってるし、二十歳になってね彼女もね、もう二十歳、もうめっちゃ感動しましたねで会場の皆さんもみんなボロボロ泣いてね、もうこんな子が世の中にいるなんてつって、でそれでだって小学校の時にあのニューヨークのアポロシアターとかでライブやったりとかもしてるし、もう今彼女は武蔵野音楽大学にあのいてますけど、あの子多分大学出たら多分めっちゃ大きい音楽プロデュースとかの芸能プロダクションとかもう多分引く手あまたになりますよ。それこそあの部屋を、部屋とかこのホールをね暗転にしてね真っ暗にして、でひらりちゃんのただ真っ暗の中でピアノを弾く歌を歌う、でもひらりが小学校の時に作ったね、あの七色の夢っていう歌あるんですよ、うん、七色の夢に向かって歩こうつってね、僕は暗転の真っ暗な中で彼女が歌う七色の夢を聞いてね、みんなのこう目ん玉で見てる視力の目を、視力を一瞬奪うことでみんなで心の目開かせてよ、心の目でこの曲聴いてみたいな、でそれをこのコロナの時代でワクチンやのなんやのとかってね、いろんな情報を錯綜する中でなんかテレビ局の誰かの言葉の中生きてたり、うん、SNS で流れてくるような陰謀論の誰かの言葉の中で我がの意見みたいにもの言うてる人いっぱいいるけど、みんな一人一人がオリジナルの心の目を必ず持ってるはずなんやから、そのこの世の中を見渡す眼球で見る世界と心の目で物を見られるというその2つの力を手に入れるきっかけにその会場にお越しになりませんかみたいなことを、まあ